インチョン広域市、インチョン広域市、インチョン広域市、韓国語表記、英語、インチャンは大韓民国西北部の都市、航海に面した韓国を代表する港湾都市の一つである、インチョン国際空港がある。人口は約300万人で、ソウル、釜山に次いで韓国で3番目である。新川の繁華街の中では、不評、九月堂、 月日島などが有名で、松島国際都市、青浦国際都市など、大韓民国一位の経済自由区域であるかは、経済自由区域が開発されている。首都ソウルから40キロ圏に位置する港湾都市であり、内陸にあるソウルの外交として発展した。また、郊外地域は、首都圏のベッドタウンに組み込まれている。さらに、中華街を要する。 1883年に港が開かれた時には人口はわずか4700人余りであった。しかし観光の加工に開かれた港はその利便性の高さから発展した。その当時はみ、モノウラ、チェムルポ、サイモッポと呼ばれていた。現在、ソウルとは首都圏電鉄の各路線で結ばれており共通の運賃で利用することができる。このため、 二川からソウルへの通勤客も多く、その近さゆえに一つの経済圏を形成している。人口は約300万人で、ソウル、釜山に次いで韓国で3番目であるが、ソウルのベッドタウンとしての性格が強いため、実質的には第3の都市と認識されてはいない。1979年に人口100万人、1992年に200万人、 1999年に250万人を突破した。現在は広域市に位置づけられ、道には属さないが、1981年6月までは、軽軌道に属していた。2001年にインチョ川国際空港が開港したことで、韓国の空の玄関口となり、日本でいう成田市の役割も持つこととなった。 インチョン国際空港が属する中区となりた市は1998年に有効都市の提携をしている。2002年の日韓共済ワールドカップに合わせ建設が進められたインチョン国際空港は自由貿易地域に指定されており、もう一つの自由貿易地域である風山、深海自由貿易地域と共に金融、経済のハブ取るべく外資誘致を積極的に行っている。 新空港近くの松島、村土地区には、韓国版、シリコンバレーと呼ばれる、情報産業団地、松島情報化新都市も造成中である。しかし、市内に建設する予定だった、新川タワーは、151階建て、高さ587メートルとして計画され、完成すれば、 韓国で最も高い超高層ビルになるはずだったが、2008年の着工直後に世界金融危機をきっかけとした不動産景気悪化の影響で事実上の建設凍結となった。4兆7000億ウォンが必要な立体複合都市、ルーンシティが計画されたが、これも同様の理由で中止された。近代都市としての顔を持つ一方、高架群など広大な農村部も含み、 市の面積の21%は水田であり、44%は森林である。また、プロ野球チームの SKY バーンズ、プロサッカークラブのニガワユナイテッド FC、プロバスケットボールチームのニガワ電子ランドエレファンツ、プロバレーボールチームの大韓航空ジャンボなどの、プロスポーツチームの本拠地となっている。2014年には、ニガアジア大会が開催されたが、 インチョン広域市は、莫大な負債を抱えている中で、韓国政府の反対を押し切って誘致したものの、直前まで開催を返上すると、韓国政府と揉めた経緯がある。戦死時代から人が住み、新川をはじめ栄州島、高架島で新石器時代及び青銅器時代の遺跡が発掘されている。特に、高架島のサブロー城と残城団は古朝鮮と関わる遺跡である。 クダラの始祖伝説によれば、三河は、ニエリュが建国した、いよいよ、数骨の都だった。三河はもともと、クダラに属したが、5世紀以降は、高栗や統一白木の領土となり、海名子骨と呼ばれていた。統一白木の慶徳王の時に名称が変更されて、三河は、小条件、不評は、朝廷軍、高下党は、海口軍、亀滅軍は、幕地軍に属した。 高麗時代、三河は王室と深い関係を結び、喜び元軍、人志衆、喜び元府に昇格した。高架党は940年に県が設置された後、1232年には、モンゴル帝国の侵略に抵抗するため平家系の党を移したところである。李氏朝鮮時代、喜び元府は1392年に、人志衆、ついで1413年に、 二川軍と解消されて、二川という名前が初めて登場した。海岸の港は、住物裏と呼ばれる。近代開国期に二川は、日の江虎の役、かのと羊用夏美などで、外国艦隊と交戦し、日朝修航状期によって1883年、開港したため西王の文物が二川港を通じて流入した。1882年には住み、 物裏沖の米軍艦上で、米朝修好通商条約が調印された。条約港として発展し、日本統治時代に、新川府、当時の読み方、人選府が設置され、1949年に新川府は新川市と改称した。1950年9月、国際連合軍は新川上陸作戦を完工し、朝鮮戦争の戦局を挽回した。 2012年の時点で、典型的な箱物行政と月日銀河レールのような安全性の問題により開業の目処が立たない、公共事業などずさんな開発がたたり、市の予算に対する負債比率は39.8%にまで、達し市,市の財政は完全に破綻し大きな社会問題となっており、市の抱える負債は、韓国の自治体では最悪の水準にあった。 インチョン広域市にはハックが設けられているほか、二軍が含まれている。読みと、各種表記は、大韓民国の地方行政区画を参照。2011年現在、市内には151棟があり、有人島が39棟、無人島が112棟である。北方限界線に近い旧公海道の、再開後棟、白島、大鎮太湖、小鎮太湖、延別某島。 墨島も含まれる。東部の面積は2 9 2トルと市域の28%を占める。最高気温局地は、摂氏38.9度、1949年8月16日。最低気温局地は低、摂氏21.0度、1931年1月11日。過去最新積雪4 3 8トル、 1922年3月23日である。2012年に国際連合参加の気候変動枠組み、条約国際機関である緑の気候基金 GCF 本部が新川の松島国際都市に設置され、新川は韓国で初めて国連所属の国際機関本部を持つ都市となった。4年生国立大学、4年制私立大学、 私立専門大学、キャンパス。新川グローバルキャンパス。私立技能専門大学、国立遠隔大学、大学病院、陰蝶国際空港、県域応急医療センターは、重症救急患者中心の診療、大型災害などの発生時応急医療支援、特定地域内の他の医療機関から移送される、重症救急医療患者の収容、その外に、 保健福祉部長官が指定している、県域内の救急医療業務を遂行させるために、県域ごとに指定された、上級総合病院、または300病床以上の病院だ。県域応急医療センターは、全国29つの県域、40箇所が指定されている。このほか、中国の大連、丹東、鎮太を、山東省、煙台、東園、ビン。 ベネズエラのチャカオシ、ブラジルのリオグランデドスル州、フィリピンのアルバイ州、日本の横浜、ロシアのクロンシュタットと友好協力として受けしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。